王太子時代のオスカル・オスカル一世は、ベルナドッテ王朝、第二代のスウェーデン国王及び、ノルウェー国王。平民階級出身のフランスの将軍、ジャンバティスト・ベルナドットとデジレ・クラリーの間に、一人息子として、パリで生まれた。1810年に、父が、スウェーデン王太子に迎えられたため、翌1811年に、母と共に、パリからストックホルムに移り、 スウェーデン王カール13世からセーデルマンランド公の儀礼称号を授かる。オスカルはすぐにスウェーデン語を覚え、後に最後まで日常会話程度しかスウェーデン語を話せなかった不王を助けた。1818 18年、父がスウェーデン・ノルウェーの国王に即位すると同時に王大使に建てられた。1823年、ロイヒテンベルク公。 ウジェーヌ・ド・ボアルネの娘・ジョゼフィーヌと結婚し、の四なんか図目を設ける。1844年、父の死により、スウェーデン・ノルウェーの王位を継承した。オスカル1世は、立憲君主制のスウェーデンにおいて、王権の限られた君主ではあったものの、独自の才覚を発揮した。父のカール14世は、シャルルド・モンテスキューの権力分立制の支持者で、 自身を議会によって選任された統治者としながらも母語のフランス語を理解できる貴族出身者で周囲が固められたことで保守的なスタンスも目立ったが彼は政府の主導する改革を積極的に後押しし改革的な法案が斬新的に成立したこの時代は1848年革命に見られるような自由主義がスウェーデンにも上陸し 王政廃止を主張する暴動が起きたが、ウィーン体制を脅かすような急激な改革には反対し、武力でもって鎮圧させた。またこの頃、北ヨーロッパ全土に湧き上がったナショナリズム、反スカンディナビア主義にオスカル一世も傾倒し、これを支持した。オスカル一世はこの主義の牽引者となり、ヨーロッパ列強に対抗していく。1848年、デンマークにおいて第1次、 シュレースビヒ・ホルシュタイン戦争が勃発すると、オスカル一世はデンマークを全面的に支持して、フィント島へ軍を派遣し、スコーネに予備部隊を待機させ、志願兵を義勇軍として、デンマーク陸軍に参加させているが、正規兵は戦闘には加わらなかった。戦争がホルシュタイン公国を支持するプロイセンの介入によって、公直化すると、オスカル一世は、独自に列強と交渉して、 急戦にだらしめた。この外交的成功はヨーロッパにオスカル一世の名声を高めたが、一方で列強の警戒心を呼んだ。ハンスカンディナビア主義の政治的な一面にはデンマークの多い継承問題も含まれ、ベルナドッテ県のデンマーク王衰退によるカルマル同盟再現の狙いもあったが、ロンドン議定書においてそれは否定された。また1853年には、 ウィーン体制の崩壊を象徴するクリミア戦争が勃発した。欧州列強を分裂させたこの戦争にも、オスカル一世は関心を示し、イギリス、フランスの支持の下フィンランド奪回を目論んだ。オスカル一世は当初は中立を宣言するもこれを注視し、イギリス、フランスのバルト海への艦隊派遣を支援した。英仏艦隊は、フィンランド沿岸を制圧したが、 これに対しロシア帝国は嫌いを用いてフィンランド上陸を阻止したためオスカル一世は慎重策を取らざるを得なくなり結局クリミア戦争はスウェーデンが戦線布告する直前で終結したただスウェーデンにとって悲願であったオーランド諸島の非武装化をロシアに認めさせることだけは成功したまた同訓連合を組むノルウェーの安全保障のため特にフィンマルク県をロシアから守るために 英物と保障を求める条約を締結した。この協定は秘密条約であったが、間もなく、各国に知れ渡ることとなり、スウェーデンの参戦が噂されている。事実としてこの条約の締結された年の1月に、軍の動員計画が作成されており、当時は参戦に対する世論の後押しがあり、オスカル一世自身も参戦の機会を伺っていた。しかし戦争の終結によって、 オスカル一世の思惑は外れることとなった。オスカル一世は英仏列強と協調し、ロシアからの脅威を排除し、場合によっては武装中立を放棄する政策をとったが、中立主義を望む政府や国民には受け入れられなかった。また、1857年にはデンマークとの軍事同盟も検討したが、政府によって否定された。これには、 シュレース・ビヒホルシュタイン問題にさらされるデンマークと協力してプロイセンからの脅威を排除するためであったが同盟を結ぶことで紛争に巻き込まれることは確実となるため政府は消極的であったオスカル一世のこのような政策の背景にはハンスカンディナビア主義の理想と大国時代への教習があった彼の時代が北欧ナショナリズムの頂点であったデンマーク、ノルウェー スウェーデンの統一国家への移行が真剣に唱えられ、それらは北欧諸国民の熱烈な支持を受けていた。また、フィンランド人もこの主義に共鳴し、後のフィンランドナショナリズムへと発展していった。しかしこの主義は、王権復活を拒む北欧諸国政府の警戒心を、呼び、北欧諸国民の期待に応えることはなかった。この理想は、息子の王太子カールに引き継がれていくが、 オスカル一世の晩年にはすでに体調の兆しが見え始めていた。1857年に病に倒れ、大太子カールが摂政となった。1859年7月8日に死去し、スウェーデンの大国復興の夢は完全に過去のものとなった。ありがとうございます。